誰もいない。あっ、びっくりした。あ、もう覗いちゃダメって言ったでしょ。すいません。かわいいマリー船長の顔がこんな近くに。今日俺寝れるかな。ちょっとタイトル変えてこようかな。綺麗な、もっとよく見てみ。ダメだよ、みちゃん見ちゃダメだよ。また覗いてすいません。え、笑ってくれない。え、あれ、マリー船長。ま、いや無理だよ、そんなことできないよ。ちょっと失礼。ちょっとじゃあマリー船長、ちょっと失礼、ごめんね。はい、よっ、つっ、えぇ、ハリボテ、どうなっているんだ。等身大パネルやろ。あのマリー船長は本当に本物なのか。真実を確かめないと。マリー船長。いやー出てた、ちょっと。マリー船長。雷だって。プリプリのピチピチだ。君、そんな顔してどうしたの。今マリー船長が老婆に見えて。いや、みんな、私セリフ読んでるだけだからね。はあ、そんなわけないでしょ。ごめんなさい。いつもの可愛いマリー船長でしょうが。そっか、きっと疲れてるんでしょう。今日の掃除はもういいからゆっくり休むんだぞ。優しい。あ、はい。優しい。疲れてんのかな。マリー船長は本当に若いのか。目元だけだからわからない。来たんだけど。すぐの日。え？やっぱりここは違う世界なのか。突然出てくるの。ワードルやめてほしい。現実世界から気に入った人間を引きずり込んでいるんだ。やばいって。そいつらが何を聞いた。どうしたらいいの。
けど、マリン船長。何が目的なんだ、契約って何なんだよ。ええ、ここは船長が作った世界ですよ。船長から逃げるのは許せませんよ。さあこっちへおいで。なお、なんかお世話してくれそうなのに。ご飯も出てくるし。攻撃は倒れませんよ。よかった。無事で。不死身。おいで。やばい。18歳なんて。もう一度試してみよう。あー！ありがとう、ムンボさん。ごめん、深夜に叫んで。アイムシャー。おー、かわいい。ようこそ、我が船、新人海賊くん。おいしょ、マリンです。女の子はいつまで経っても心は乙女なんだぞ。お前ら、いい加減にしろよ。年齢で判断しやがって。君、そんな顔してどうしたの。マリン船長って、老婆ですよね。いつもの可愛いマリン船長でしょうが。だいたいなんで覗いてこないの。プリップリのマリン船長が隣で寝てるのに。そっか、きっと疲れてるんでしょう。今日もご飯用意しといたからしっかり食べるんだぞ。あー、結婚しろ。うわー。早くね。うわー、走るの早。ま、待って、かわいそう。落とし穴。あいつら船の中にこんな穴を開けて。
食べ物を粗末にしようって、もうなんか喋り方が変わってる。また落とし穴が？もうやめたい。丈夫ではあるよね。若いよ。ああすごい若く、すごいすごい綺麗に見え。なぜ船長はこんなに老いてしまったのか。時間を操るために自分だけは普通に年を取っていった。調子に乗って時間で遊んでいたらいつの間にか78。そうなの？普通に過ごしただけじゃなくて。ベートーベン先生、ゴッホ先生、先生泣いてる。船長は年を取るほどにクラシックへの造形が深くなっていった。させないでおくれ。止まった時の中を自分だけ動いていた。船長だけが年を取っていき、ついに78歳になっていたのじゃ。さあこっちへおいで。おうおうおう、やばい、雷じゃない。2周目の俺にはわかる。ここでマリン船長に雷が落ちる。え、ちょ、まあ、時を止ま…スローモーションで雷を浴び続け、何倍ものダメージを体に負ってしまう。真っ黒、真っ黒なんだけど。うわあ。船長は倒れませんよ。やっぱり不死身なのか。諦めよう。終わりだ今度こそ。俺たちはマリン船長にはかなわない。助けて。あ、違う。おいで。おいで。え、どうなったの？めっちゃ気になるんだけど。Cパート確かにありそう。美魔女とは年齢を重ねた。最初から始まっちゃったな。時を超越し美魔女となった宝生マリン、彼女と美貌に隠された秘密とは今その真実が明かされる。おお、なんか懐かしいな。
あれここは、おい、こっちこっち。懐かしいな。まさか。もしや。もうこのままでさす。メンバーありがとうね、クロネさん、どうも。あざす。わーかわいい！これは。ようこそ我が船、新人海賊くん。素晴らしい。やはり、いい終わり方をしないとね。いやー楽しかったね。ハッピーエンドだったね。つってな、これから旅が始まんのかな。ワクワクだね。ババア、ババア怖い。いや、でも年を重ねるごとに女性って素敵になってくじゃん。君たち知らないの？見て、私みたいなお姉さんもほら、ボインボインでさ。若い方がええやろ。でもその若者は年取るで。船長は17そうだよ。17歳だ。ほら、見てよ。楽しかった、本当に。ありがとうございました。素敵な作品だったわ、マジで。やってよかったわ。結婚しよう。いいよ。髪あるし。俺、ドリコンじゃないか。あ、ありがとう。めっちゃ楽しかった。よかったよかった。ありがとうございました。皆さんね。来てくれて。嬉しかったっすよ。